とね、今日はね、めちゃめちゃ久しぶりに視聴者さんのリクエストに応えていきたいと思います。本日の動画は、稲妻イレブン実写化、飛び高が昨日に作った裏メニューチャーハンです。はい、ということで今回の依頼はツイッターから来たんですけども、まあ稲妻イレブンといえばね、結構派手な技が代名詞じゃないですか。なんかサッカーボールが燃えてシュートするみたいな。ちょっと今後ね、その技とかも再現できるかどうかね、やってみたいと思うんでね、ぜひ稲妻イレブンファンの人はチャンネル登録お願いします。そして今回作るこの料理なんですけども、ラーメンの残りの具を使って作ったチャーハンだと思います。まあ実際に再現していきましょう。ってことで今回使う材料はこちら。こちらを使っていきます。ナルト、ケーラン、刻み長ネギ、刻み小ネギ、生ハム、そしてラーメン用のチャーシューとメンマですね。ってことで早速やっていこう。はい、それでは早速作っていきましょう。まずはケーラン2つを溶いていきます。ここに酒大さじ1杯、再び混ぜる。ここにご飯 300g、みじん切りのハム、米より小さく切るのがポイントですね。そしたらこちらを混ぜていきましょう。はい、まあこんな感じですね。はい、いよいよ炒めていきます。サラダ油大さじ3杯。はい、強火にして一気にご飯を入れていきます。塩コショウ少々、そして白ネギ、そしてご飯がパラパラになってきたらね、最後に醤油を一回し、こちらフライパンに直接落としてあげましょう。押して混ぜる。はい、このようにね、ご飯がパラパラになったら火を止めてね、お皿に移してあげましょう。はい、お椀型の容器に一回移して、ほってやると綺麗なチャーハン型になります。こちらにね、ラーメンの具を乗せていきましょう。最後に青ネギをかけたら完成です。裏メニューラーメン見てください。この厚切りチャーシュー、ナルト、青ネギ、メンマ、上から見たら完全にラーメンですが、そのメインはチャーハン。果たしてどんな味がするのか、早速食べてみましょう。お上がりよ。じゃあ早速ね、このね、もうチャーシューとチャーハンいっちゃいますか。もうチャーハンパラッパラ、すごい。いざ参る。ご飯がメインなんで、材料が全部こうね、ちっちゃいんですよ。けどこのラーメンチャーハンはね、ドーンって乗ってるんですよ。そのインパクトがもうお米と混ざってね、もうこれは新たなチャーハンのね、新境地を生み出しました。この口に入れた時の満足感がもう普通のチャーハンじゃね、出せない。こんなでっかいチャーシュー入ってるチャーハンないでしょ。もうこれがラーメンチャーハンなら味わえるんですよ。ほーら、うまそうだろー。続いてメンマ。シャッキシャッキ。そしてナルトちゃん、練り物。俺普通のチャーハンよりこっちのが好きかもしんない。なんていうの、このちゃんとおかずとご飯みたいなね、その感じがね、ちょっと俺はたまらなく好きですわ。いつもね、中華料理屋さん行ってもチャーハンとなんかおかず頼むんですよ。なんでその手間を省いてる感じ、おかずを頼まなくて済む感じがね、僕はたまんなく好きですね。こんなでかいチャーシュー乗ってないだろ。うまっ。それではアニメでも見ながらゆっくり食べたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。ラーメンチャーハン、これはね、本当に僕は普通のチャーハンより好きです。ラーメン屋とかで出してほしい、そのお店のラーメンの材料を使ったチャーハン、これね、マジで売れると思います。はい、ということでまだまだ他にもアニメ実写がたくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画も見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことでまた会いましょう。またね。実写化リクエスト、コメント欄かツイッターで待ってます。